旦那が何を言っているかわからない件は、クール教信者による日本の4コマ漫画作品。2011年より自身のサイトで連載しており、ピキシーフにも作品が投稿されている。単行本は一人者より発行。2チャンネルに投稿した作品が元になっており、その時はオタク部分やビジュアル面については友人を、ハイテンションな性格については2チャンネルにある掲示板。 ニュース速報板の利用者である一般的なビッパーをモデルにしているとのこと。5分枠のショートアニメとして、テレビアニメが2014年10月より12月まで放送され、その後2015年4月より6月まで第2期が放送された。オタクである旦那と一般人であるカオル夫妻によるラブコメ作品。お互い分かり合えない部分がありながらもラブラブな新婚生活を描いている。 描き、おろしのほか、作中に2チャンネル用語をはじめとするネット用語が頻繁に登場することから、その都度用語解説も掲載されている。2014年10月より12月まで第1期が放送された。第1期全13話。テレ玉、マ、KBS 京都、TBK、サンテレビ、ATX、ニコニコ動画、バンダイチャンネルにて5分枠のショートアニメとして放送。 配信。2015年4月より6月まで、第2期、旦那が何を言っているかわからない、県にすれ目が放送。第2期全13話。第7話は、ニコニコ動画の、よく見られている、チャンネル動画で、第1位となる。第1期、第2話にて、マヨタマが帰宅する、電車内で、所沢のアナウンスが流れたが、第2期第5話、第11話にて、実は、 アニメの舞台は埼玉県春す市であることが明らかになった。第2期第8話にゲスト出演した立壁和也が2015年6月18日に死去したため本作は彼にとっての遺作となった。同年6月26日には立壁への追悼企画としてニコニコ動画で第8話が1週間無料配信された。 第2期の話数の後ろにあるカッコ付き数字は、その回が第1期の中で、どの時期に当たるかを示す。旦那が何を言っているかわからない、県にすれ目に関するカテゴリ。ー。ありがとうございます。